ビル・ブラッドリー、ウィリアム・ウォーレン・ブラッドリーは、アメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手、ローズ小学生、元アメリカ合衆国上院議員及び元アメリカ合衆国大統領候補。ボーイスカウトだったブラッドリーは、アメリカンボーイスカウト最高位のイングルスカウトの称号を獲得している。バスケットボールで成功を収めた理由として、左右の視野が常人より広かったことが挙げられる。 通常人間は前方180度の視野を持つが、ブラッドリーの視野は前方192度にも及んだと判明している。また、上下の視野も通常の47度を大きく上回る72度に記録されている。聞き手は左手。高校時代は下校後に3時間半。週末にはその倍の時間をバスケットボールの練習に先、 夏休みにも毎日3時間練習するという過酷なスケジュールでその技術を磨き続けた。靴に鉛を入れ、下方向が見えないように工夫を施したメガネをはめ、並べた椅子を相手チームに見立てて、スラローム様にその間をドリブルでかわすという異色のトレーニング方法も実践している。本人曰くこれはボールを見ずにドリブルができるようになるためのトレーニングだったらしい。 小学校4年生の頃からバスケットボールを始めていたブラッドリーは高校時代からチームのスター選手となり高校通算3086ポイントをマークした高校時代オールアメリカンチームには2度選抜されている学業面でも優秀な成績を残し大学進学の際には多数の大学から奨学金のオファーを受けた一度はデューク大学への進学を決めていたものの IB ーリーグの定義として、スポーツ奨学金が発生しないにもかかわらず、プリンストン大学への進学を決意。大学リーグでも快進撃を続け、オールアメリカンチームに3度選ばれ、1965年には全米最優秀バスケットボール選手として表彰された。プリンストン大はブラッドリーがチームに参加した前シーズンに IB ーリーグ俳優賞を果たしている。 大学2年目のシーズンでの1試合平均は27.3ポイント12.2リバウンド、さらにフリースロー成功率89.3%を誇った。1964年の強豪ミシガン大学との一戦では80から78と敗戦したものの、自ら41ポイントを上げる大奮闘を見せた、ブラッドリは75から63のリードを保った状態で、 ファウルアウトで退場となった。1965年の NCAA 男子バスケットボールトーナメントのウィチタ州立大学戦では当時の一試合最高記録となる51ポイントを上げ、大最優秀選手に選ばれている。プリンストン大では通算2503ポイント、一試合平均30.2ポイントという記録を残し、1965年には 全米最高峰のアマチュアアスリートに贈られるジェームス・サリバンを受賞したバスケットボール選手の受賞はこれが初期大学1年目にブラッドリーは57回連続でフリースローを成功させている。これはプロ選手を含む当時のどのバスケットボール選手をもしのぐ記録として注目を集めた。翌年はリーグトップのリバウンド、フィールドボール、フリースロー、 合計ポイント数をマークし、聖女ゼフ大学戦では、当時の NCAA トーナメント記録となる1試合40ポイントをマークし、ファウルアウトで退場となった際は、喝采を浴びた。大学3年目のハーバード大学戦では51ポイントをマーク。このポイント数は途中交代を言い渡された時点での、相手チーム全体の得点を上回っていた。 その年の1試合平均33.1ポイントの記録は i ーリーグ記録である。大学4年目にはキャプテンに選ばれ、プリンストン大バスケットボール史上ベストのランキングへとチームを導いた。NCAA トーナメントでは UCRA とミシガン大学に次ぐ3位で終わった。三位決定戦のウィチタ州立大学戦では、自ら十八ポイントを決め、百十八から十二で、 圧勝。この記録を上回ったのは1試合61ポイントを記録した当時のオートルダム大学でプレーし、後にバスケットボール殿堂入りを果たすオースティンカーのみである。プリンストン大学から卒業したブラッドリーはオックスフォード大学でローズ小学生となった。アメリカ合衆国代表チームにも選ばれ、代表チームのキャプテンとして1964年。 東京オリンピックでメダルを獲得している。オックスフォード大学での家庭を得たブラッドリーは、イタリアのプロチーム、オリンピア・ミラノで1965の1966年の1シーズンをプレーし、欧州チャンピオンズカップ、現在のユーロリーグ優勝を果たしている。帰国後は、NBA のニューヨーク・ニックスに入団。NBA での初シーズンこそ振るわなかったものの、2年目に、なれない。 ポイントガードから従来のフォワードへのポジションへのコンバトを受け、本来の実力を発揮し始める。1969から1970年のシーズンのニックスの初の NBA 優勝に貢献し、2年後も再び優勝を果たした。2度目の優勝時の1972から1973年シーズンには、プロでの自己最高成績を残し、 生涯唯一となる NBA オールスターゲーム、出場も果たした。これで、オリンピック金メダル、欧州チャンピオンズカップ優勝、NBA 優勝のすべてを果たした、バスケットボール史上唯一の選手となった。あとに、マヌジノビリもこれを達成している。ジノビリの場合は、欧州チャンピオンズカップではなく、ユーロリーグ優勝。1977年に、現役引退したブラッドリーは、 資格獲得1年目でバスケットボールで入りし、1984年にニックスはブラッドリーの背番号24を永久欠番に認定した。NBA でのブラッドリーは大学時代ほどの得点力を見せることはなかった。10年間ニックスのスモールフォワードとしてプレーしたブラッドリーはプロ通算9217ポイント、1試合平均12.4ポイントをマークした。 シーズン別の自己ベストは1試合平均16.1ポイント。NBA の人気選手となったブラッドリーは、現役時代から、ジャーナリスト、政府関係者、文学者、実業家、社会活動家など様々な分野の人物との対談を実現させている。ワシントン DC の観光庁にも務め、民主党内での影響力を広めた。1976年には、自伝、 ライフ、オンザランも出版している。かねてから政治会進出への意欲を見せていた、ブラッドリーは1978年のニュージャージー州、アメリカ合衆国上院議員選挙への出馬を決意、5期目の再当選を目指していた、共和党リベラル派のクリフォード・ P ・ケースが、予備選挙で敗北したため、保守派のジェフリー・ベルが退治する候補者となった。 総選挙ではブラッドリーが55%の支持率を得て当選した。上院議員としてブラッドリーは複雑な改革の提案者として知られるようになった。1986年の租税法改革の際には、租税率を15%と28%の2枠のみに削減し、様々な種類の税金控除を削減するという提案を示した。 左翼の活動方針の大半に賛同を表明していたものの、時には、党の方針に反し、レーガン政権を支持することもあった。一例として、レーガン政権、コントラ軍への支援に賛同を表明している。ブラッドリーが手掛けた、主な政策として、チャイルドサポート改革、鉛による子供の健康問題への対策、勤労所得税額控除、選挙戦の財政改革、 カリフォルニア州の推理権の見直し、赤字削減のための政府予算改革などが挙げられる。予算改革では、レーガン政権の経費削減提案を支持しながらも、同政権の減税提案には反対するという姿勢を見せた。この政策に同じようなスタンスを見せたのはブラッドリーを含む3人の上院議員だけだった。ニックス時代での活躍からニュージャージー州で 根強い人気を誇っていたブラッドリーは1984年の上院議員選挙には64%の票を集め、再当選を果たした。1988年には民主党の大統領候補としても名前が上がり、予備選挙の調査でも交換職を得たものの結局、出馬せずに終わった。1990年には、州の所得税率上昇に関する論争で明確な、 方針を示さなかっため、一時無名だったライバルのクリスティーン・トッド・ウィットマンに勢いを与える結果となってしまった。その後僅差で再当選を果たしたものの、1996年にはその期を最後に再当選を目指さないことを表明した。2000年には、米大統領選挙の予備選挙に出馬。現職副大統領のアルゴアと民主党大統領候補の座を競った。 ゴアに代わるリベラル派としての方針を打ち立てた、ブラッドリーは、医療保険、従社会問題、選挙戦の財政改革など様々な面で、ゴアより左翼に一致する意見を述べた。税金問題に関しては、税率を削減しつつ、税制上の様々な抜け穴を撤廃した九百八十六年の、租税改革法への自らの席を持参し、低税率かつ抜け穴のない租税法への支持を、 表明した。ただし、自らの医療保険制度改革の経費のために、税率を上昇させる可能性があることは、否定しなかった。1999年には、5話に勝ち得る人物として10月4日号のタイム誌の表紙を飾っている。公共教育に関しては、以前の教育バウチャーへの支持を逆転させ、各州に補助金という形で10億ドルを準備する、別の法案を提示した。 また、教師を目指す学生に、大学の奨学金を与えることで、毎年6万人の教員を生み出すことを約束した。貧困も自らの政策の重要な問題とし、上院議員時代にも反対を示した、福祉改革法がさらなる貧困を生んだと批判。大統領としてこの法を廃止することを約束した。他にも最低賃金、勤労所得税額控除、チャイルドサポート、 低年齢出産などの問題への取り組みも約束。ヘッドスターと参加の子供を40万人増やし、フードスタンプの有用性を高めることも約束た。民主党大統領候補には、アルゴアが有力視されていたものの、ブラッドリーも様々な著名人から指示を受けた。数々の上院議員、州知事、会議員をはじめ、元ニューヨーク市長、エドコッチ、 元連邦準備制度理事会議長、ポール・ボルカー、ウォーターゲート事件元特別検察官、アーチボルド・コックス、映画監督スパイクリー、元プロバスケットボール選手、マイケル・ジョーダンやフィル・ジャクソンからも支持の声が上がった。多数の著名人から支持を受け、資金調達面でも成功を収めたため、ブラッドリーの選挙運動は当初有望視されていた。しかし、 共和党大統領候補の座を狙うジョン・マケインに完全に注目を奪われ形となり、序盤の予備選挙では総じて敗退。資金の多くを費やしたアイオワ州でも5話2倍近い差をつけられ、ニューハンプシャー州では53の47%で同じく敗退。スーパーチューズデーには5話に大きく差をつけられ、敗北を喫した。選挙戦での敗北後、ブラッドリーは、 政治活動から身を引き、主に企業コンサルタントや投資家として働いている。マッキンゼーカンパニーの会社外チーフアドバイザー、イギリスの法人捜査事務所、ハクルートカンパニーのアドバイザーも務める。2003年には、オックスフォード大学から名誉博士号を授与された。また、元シアトルスーパーソニックスオーナーで、スターバックス社の最高経営責任者、 ハワード手術の誘いで同社の取締役会の一員にもなった。二度目の大統領選挙出馬も考察されたものの、2004年の選挙には関与せず、政治家へ復帰する意欲は見せていない。2002年には、以前自分が保持していた上院議員の席への再立候補を促す民主党がのオファーを断っている。2004年1月には、元ライバルのアルゴアと共に、 民主党予備選挙でのハワードディーンへの支持を表明。選挙後はディーンの民主党全国委員長への選出を手助けしている。2007年3月27日には著書ザニューアメリカンストーリーを出版。2008年1月には民主党予備選挙でのバラク・オバマへの支持を表明。オバマ選挙陣営の一員として多数のテレビ番組にも出演。 オバマ政権の CIA 長官候補としても名前が上がった。現在はニュージャージー州に住み、妻とは結婚33年間の末2007年に離婚している。二人の子供、内和とは妻の前夫との子供と4人の孫がいる。ニックス時代チームメイトだった NBA コーチのフィル・ジャクソンとは親しく、2000年の大統領立候補の際には、 ブラッドリー選挙陣営のバッジを着用したジャクソンの姿が見られている。2007年のバスケットボール殿堂入りセレモニーでは新しく殿堂入りを果たしたジャクソンの祝福にブラッドリーも出席している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。